田村邦夫は日本の俳優である。本名、田村邦夫。日本大学相撲部出身、157センチメートルのタンクながら90キログラムの巨漢俳優として知られる。1907年7月15日、愛知県名古屋市長牛寺町に生まれる。1920年、旧正、名古屋中学校に入学、バスケットボール及び柔道において、 学生選手として活躍した。1925年、同校を卒業して、東京に移り、日本大学専門部唱科に進学、相撲部に所属して、大前大会等で活躍し、その一方で、日本大学劇研究会にも所属して演劇にも、関わった。1928年3月、同学を卒業し、京都に移り、日活大将軍撮影所現代劇部に入社。 同年5月25日に公開された稲聖一監督の地下鉄三吉に出演し、田村邦夫の芸名で映画界にデビューする。同部には、早稲田大学相撲部出身の俳優、浅岡忍や、柔道四段を誇る俳優、広瀬つ美がおり、浅岡が監督し、広瀬が主演した大学選手や、噴戦王、広瀬が監督し、浅岡が主演した北極星に、 田村も出演して、日活スポーツ俳優の一角を担った。同撮影所が、日活渦政撮影所に移転し、1929年1月20日に公開された、内田トム監督の、シャバの風以降、体格を生かした愛嬌のある役柄を得るようになる。気候の人として知られ、特に借金の名人で、当時の日活京都撮影所長の池永博久に、対して、 巧みな弁舌で前借りを繰り返したという。憎めない性格と誇張のない演技から、内田富、村田実、溝口健次、池田とみやす、牧野正弘、稲垣博といった一線級の監督人に重宝され、愛された。時代の教授等では、山上伊太郎の書いた脚本のイメージ通りの芝居を完璧にこなしたと称賛されている。ヤジ、北江戸の牧、ヤジ、 北箱根の牧富士の牧では、高瀬実情との矢地北コンビで魅了した。1934年には日活を退社、市川歌いもんプロダクション第二部に移籍して、剣撃映画に出演、同年末には、新興キネマの同京都撮影所に移籍している。牧の陶器製作所が設立されたのは1935年末で、あるが、田村は、 翌九百三十六年七月頃には移籍しており、同年七月八日には、新興キネマ制作、木村慶語監督のカンマンと、牧野トーキ製作、根岸シ一郎、牧野正宏共同監督の芝浜の川財布が、同日公開されることになる。同社は九百三十七年四月末には、解散しており、葉山淳之介、大内博士ら大半の俳優が、 新興キネマ、京都撮影所に移籍したのと同様、同撮影所に戻った。しかしながら、牧野正弘沢村国太郎、三岡龍三郎、田村と同期の水原洋一、段と熊野、志村隆大倉千代子、大久保清子らは、日活京都撮影所に移籍しており、田村も、1938年が明けると、日活に移籍した。 1939年9月14日に公開された倉谷勇監督の選考最後に出演記録が途絶える。1942年1月27日、戦時統合によって大英が設立され、日活京都撮影所は大英京都撮影所となるが、継続入社したというような記録もなく、満32歳以降の消息は不明とされていたが、 1941年2月の都新聞で中華民国の賛成賞で病死したと報じられている。満33歳没。すべてクレジットは出演である。公開日の右側には役名及び東京国立近代美術館フィルムセンター所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは 特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。すべて制作は、日活対将軍撮影所、配給は、日活である。特筆以外すべて制作は、日活渦政撮影所、配給は、日活である。すべて制作は、市川歌いもんプロダクション第2部、配給は、松竹キネマである。何は日か、メインタイトル。 特筆以外すべて制作は、新興キネマ、京都撮影所、配給は、新興キネマである。やりもち街道、左が田村、右の女優が月住へ。初期の特筆以外すべて制作、配給は、牧野陶器キ制作所である。すべて制作は、新興キネマ、京都撮影所、配給は、新興キネマである。すべて制作は、日活京都撮影所。 配給は日活である。ありがとうございます。